プロデュース101ジャパンでは俯瞰で物事を見られる人を探しています。僕もオーディション中なんですけど、よく物事を俯瞰して見ていました。チームのために今自分ができることは何かを常に探して、それをオーディションで発揮していましたので、グループでしっかり物を掴んでいかないと多分これから先上がっていけないかなってそう思うから、時間もないし、リーダーとして言わせてもらうとグループとして勝ちたいのよ、絶対に。デビューする最後の一人です、与那城翔。彼ならその歌声を世界に響かせてくれることでしょう。皆さんもぜひ俯瞰して物事を見てください。どしどし応募してください。待ってます。